はい、おはようございます。ディスエルフィールドスタッフの井上正夫です。今回は、真冬の池原ダムに来ています。真冬の、カチャルバスを、ディスエルの商品を使って、キャッチしたいと思います。そして、ディスエルから新たに、リリースされます、ビローラタイプ E の、3インチと、ビローラタイプ HG の2.8インチ、これの、まあ、僕なりの使い方をご紹介していけたらなと思います。ではよろしくお願いします。ホワイトリバーの、すぐもう出て、今ちょうど白川筋ですね、白川筋の、まあ、上流向いて、ビローラのタイプ E エラストマーの、ホバストで、進化は、0.3g の、そうですね、ちょうど口のとこへピュッて刺して、でホバストフックでちょっと探っていきたいと思います。今、まあ、大体泳いでる狙ってる層は、まあ、水深1メーターぐらいの、まあ、浅いとこですね。今日はまあ2月の中旬なんですけど、バスの レンジ的には多分ディープにいると思うんです。いると思うんですけど、まあ、やっぱやる気のある魚はこの浅いところで、なおかつまあ減衰してるんで、まあそこまで多分深いところには行ってないかなと。ということで、まあ、真冬でもシャローで、まあ、釣れるのではないかと思います。今の水温が 8.4 度、8度ぐらい、8度あったらね、全然多分魚も元気やと思うっす。まだ、まあ、真冬でもシャローで全然見えたりするんで。あ、水割る、ちょっとなんか魚毛が浅いレンジにあんまりいてないんで、ちょっと深いレンジを今度はミドストに変えたいと思います。ビローラタイプ E のエラストマのミドスト。だいたい今の水深が5メーターぐらいですね。ボトム付近を、この太陽とこの影の境目、なんかこういうとこ良さそうですね。来た？魚やで。お、バス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 。いいサイズ、いいサイズ。おい、よし、よし、やった。うお。やっぱあれですね。あの太陽の当たってる影と、ね、あの太陽当たってるとこと、それが良かったのかな。いやーすごい、最初全く当たり分からんかったけど、当たってるな。
今釣れたのが、ビローラタイプ E の、ミドスト、1.3g ですねのミドストで今、はい、釣りました。で、まあ、釣った、まあ、レンジはだいたい 5m、まあ、水深 5m ぐらいのもうほぼほぼボトムですね。で、まあ、今影向こうにあるんですけど、ちょうど影がその辺にあって、影とで太陽との境目越えてぐらいで、んみたいなバイトで、で、まあ、ロッドが、ブルトレックの 63UL ミッドスペシャル、ミッドストロットですね。そうですね、ここはねやっぱこう岬になってて、まあ、上と同じような感じでずっと張り出してるような感じですね。おっ、来たよ来たよ。やけど多分バスじゃないっぽいようなウグイっぽい、結構もうそこで来たからドゥルルンってウグイかな。ミドスト、まあ、63UL ミッドスペシャル、まあ、ミドスト専用ロットで、まあ、作られてるんですけど、やっぱ専用ロットっていうだけあって、こうすごいシェイクしてても疲れない。で、まあ、この先にこうやっぱ3つのマーカーついてるんですけど、まあ、ミドストって難しいイメージ結構あるんですけど、これ見てたら結構どれぐらい振ってるとか分かりやすいんですよ、普通のロットより。で、まあ、ラインも、まあ、こういう感じでスラック、ずっとスラックを取るような感じでずっとこんな感じで使ってますね。まあ、でもその分やっぱミドストってね、やっぱなんていう の, そのバイトが結構分かりにくいことがあるんですよね。こうもって重くなるバイトが多くて、さっき釣れたのも多分そんな感じだったんですけど、それでもなんかこうんんみたいな、まあ、この竿の良さは、まあ、そのバイトも取りやすいっていうのもあるし、これはもうミドストロットにはもうミドストするのにはもうぜひぜひもうおすすめのロットですね。違うな、ウグイっすねウグイも大好きや。はい、今回、新しくリリースされる、ビローラのタイプ E エラストマで、まあ、まあ、ミドストで今回、まあ、釣ったんですけども、で、まあ、ミドスト、ホバスト、あと、まあ、ハイシーズン、まあ、魚が見えるシーズンとかは、多分僕はね一番多分ピクピクに多分使用すると思うんです。で、普通のワームだと、身切れしちゃうことが、まあ、結構多いんですけども、まあ、このエラストマー素材なんで身切れがすごくしにくい、まあ、張り持ちがすごくいいってことですね。まあ、浮力が高いんで、まあ、ピクピク、これからの季節、まあ、ハイシーズンになるにつれて魚も表層に結構出てくるんで、ピクピクが、効くと思うんで試してみてください。ピクピクも、もう微妙にこう動いてるか動いてないかっていうぐらいのアクションで、ちょっと波紋がこうフワフワフワって立つぐらいの、これは見えば沿ったらイチコロっすね。これこちらが、ビローラのタイプ HG の、高比重モデルで、
まあ僕なりの、まあ、使い方なんですけども、まあ普通のビローラと違って、あのまあ半分塩が入ってるんで、もうホールスピードがやっぱすごい速いんです。で、まあ、このビローラ HG の一番いいところはもうシミフォールで、オフセットフック、僕今これ1番セットしてるんですけど、キャストしてで、そのままシミフォールさせてのパンパンパン、ヘッドイッチ入れてフォールさせてパンパンパンってで、また止めてずっとこういう感じでフォールさせてっていう使い方で僕は使ってます。バスってやっぱ横の動きに反応するやつと、こう縦に落ちていくやつに反応するやつとって、まあ季節によって変わってくると思うんですけど、スイッチで一番こう使いたいなっていう時はこっちの高比重モデル使ってもらった方が多分面白いと思います。で、IG でバーってゆっくり引きたい時はノーマルで、春からまあ夏、まあアフター時期とか縦のストラクチャーにサスペンドする時とかね、そういう時はいいところでピタッと止めてあげてシミフォールさせてあげる、これが HG のいいところです。で、使ってるロッドが、まあ6点の LS なんですけども、長いんですよ。まあ先はまあこんな感じでソリッドが入ってまして、なぜまあ僕がこのロッドを使うかというと、まずはまあ飛距離、まあ IG 系とかでも、まあボイルしてるやつとかでもそうなんですけど、やっぱり結構プレッシャーかかるんで、まあ、飛距離出すのにはこの6点の LS で、なおかつこのビローラタイプ HG 使うのにやっぱりシミフォールさせるじゃないですか。その時にノーマルビローラだと目で目視して見えてるんで全然、まあ、L クラスとかでも全然大丈夫なんですけど、でやっぱ見えてないところでのバイトを取りたい時って先がソリッドの方が絶対取りやすいなっていうので、僕はこの6点の LS を使ってます。いや人多いな、こんな雨でもやっぱりみんな来るんだ。浅いところにすごい鯉が入ってきてます。昨日と全然ちょっと変わったっぽいな。ここが昨日釣れたポイントですね。ベイトもちらほら入ってます。ちょっとミドストからワストへチェンジします。なんか今日は浅いところにいてそうなすごい雰囲気が。わー、チェイスしてた。そんなサイズは大きくなかったけど、やっぱ浅いな。今日は多分浅そう。ちょっとね、濁りが今結構きつくなってきて、
で、まあ、水深もね、まあ、深そうな感じも、まあ、どっちかまだ浅いか深いかまだわからないんで、今とりあえず浅い方からどんどん深い方へやっていってる感じですね。でどっかでヒントが出てくれたら一番いいんですけど、ちょっとそこをギルーラ 3.5 インチ、まあ、フリーリグみたいなグライドハンガーっていうやつに 7g シンカーつけて、やっぱもう春はね、そうっすね、やっぱビローラの IG ですかね。ビローラの IG が一番魚が出てきやすいっていうか、まあ探っていって、あ出てきた出てきたっていう、まあ、ポイント探しやすいですね、やっぱその魚のいてる場所。春スポーニングまでの間が多分一番多分楽しい時期だと思います。やっぱ結構ね、それまでの間ってこう減衰で水濁ることがなみたいな感じで多いんですけど、あ、まあ、巻物で釣れたり、まあサイトで釣れたり、ビッグベイトで釣れたりって、まあいろ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 できるんですね。逆に真夏になってアフターシーズン、まあ7月とかのもうむちゃくちゃ暑い時期はもう虫、ビローラ、まあまあほぼほぼフィネスですね、うん、あとはまあバックウォーターでビッグベイトとか、なかなかね、いろいろな釣りがやっぱできますね。ついてる。お、いいサイズ、いいサイズ、割といいサイズ。まだ見てる。うわぁ、見切るな。完全当たったっすね。今完全バイトやった。もう一回もナイフを投げて、完全バイトやな今の。あ、何もないもんな、完全バイト。マジか、一発ドカーンと最後に来てくれたんやけど。はい、お疲れ様でした。今回、池原、2日間の撮影でかなり厳しかったです。なんとか、ビローラタイプ E のミドストで1本撮れました。ビローラシリーズ、この2つが、加わったことにより、さらに、いろんな状況に対応できると思いますので、皆さんぜひ使ってみてください。ありがとうございました。